ダレル・アームストロングはアメリカ合衆国出身の元バスケットボール選手。現在はダラス・マーベリックスのアシスタントコーチ。ノースカロライナ州ガストニア生まれ。身長185センチメートル、体重82キログラム。ポジションはポイントガード。小柄ながらガッツ溢れるプレイでチームに活力を与えた。1998から99シーズンにミップと n b a シックスマン賞を同時に受賞した NBA 史上初の選手。ファイエットビル州立大学出身。アームストロングは NBA からドラフト指名されなかった。独立リーグのユスブルや CBA、海外のキプロスやスペインでプレーした。1993から94シーズンはキプロスリーグで MVP。その後、スペインのコレン・オレンセと契約。 1994から95年に NBA のオーランドマジックと契約。当初は注目される選手ではなかったが、スター選手のシャキール・オニールの遺跡、アンファニー・ハードウェイが怪我勝ちになり、アームストロングはチームの中心選手になっていく。1997年のプレイオフでは、マイアミヒートと対戦しに連敗の後に21得点を挙げる活躍をし、 ティム・ハードウェイを抑えるディフェンスをした。1998から99シーズンに、ミップと n b a シックスマン賞を同時に受賞。1999年は、チームのスター選手であるハードウェイが移籍したため、オーランドは注目されなかったが、ヘッドコーチのドックリバースの下、アームストロングの活躍で41勝41敗と、誰もが驚く成績を残す。 この勝率の良さにグラントヒルやトレーシー・マグレディが移籍してくる。前世紀のアームストロングは平均2桁得点、平均2スティール以上、平均6アシスト以上を記録した。オーランドに所属した9年間は一度もチームが負け越すことはなかった。7回プレーオフに出場している。アームストロングが移籍した2003から04シーズンにオーランドは大きく負け越す。以後は ニューオーリンズホーネッツ、ダラスマーベリックス、インディアナ・ペイサーズに移籍する。ペイサーズから放出された後、2007から08シーズンよりニュージャージーネッツと契約した。2009年1月26日、ダラスマーベリックスにプレイヤー育成担当のアシスタントコーチとして採用され、2011年の優勝に貢献している。ありがとうございます。